Hey, what's up? 山本です。私は今関西空港に来ております。先ほどスターフライヤーの羽田空港発の一番遅い便使って関西空港にやってきたところになります。今回やってきた便で関西空港の国内線到着も最後ということで、僕が一番最後の乗客でした。大幅にリニューアルされます。これはすごいですよ。詳しくは今後出発も関西空港から26日にございますので、そちらの動画をご覧ください。本日お届けする動画、ホテルレビューの動画になります。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験なら元 V リーガー、私山本が旅の情報、ホテルレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日宿泊するホテルはスーパーホテル関空熊取駅前というホテルになりまして、皆さんご存知あのスーパーホテルです。昨年オープンしたばかりのホテルということで、関空熊取駅前という名前なので、熊取という JR の駅前にございまして、実はもう終電があと2分しかないんですよ。詳しくは駅着いてからお話ししますね。ここでお話ししていると絶対に乗り遅れます。なので今回はスーパーホテルの宿泊レビューをお届けいたします。まずは JR に乗って、こっち何階だ、 JR に乗って熊取駅前に行きたいと思います。やばいやばい、あと2分しかないね。あと2分。ひねのまでだったらまだ終電はあるんですけども、ひねのの次の駅が熊取なので、この列車に乗らないとマジでやばい。ナンバー3番ですね。走れ、まあ、多分間に合うとは思うんですけども、今7分なのであと2分あれば間に合うと思うので、しんどいですけども、まずは急いで JR 乗りたいと思います。あ、ギリギリですね。なんとか間に合いました。行ってまいります。改札出た後はそのまま左進んでください。そうすると東出口見えてまいりますので、東出口を下ってだいたい数分で到着する近さでございます。東出口出たらそのまま左行ってください。ファミマであったり塾とかがあるんですけども、こっちです。みそな銀行がございますので、ここの道なりに進みます。そして角を右に曲がればすぐ着くって感じかな。まだ建物は見えないんですけれども、駅からそんな遠くないのでかなり至近距離にあるのではないでしょうか。見えてまいりました。そのまま道なりに歩けばスーパーホテル目立ちますので、迷うことはないかと思います。熊取の駅から行く場合は改札出て左、東出口の方に行ってください。そして左側の階段ございますので、そこを下っていただいてりそな銀行ございます。そのりそな銀行の道なり、そのまま進めばスーパーホテル見えてまいります。近くにはコンビニもありますね。セブンイレブンもありますし、隣には焼肉屋さんもあるスーパーホテルの立地です。到着いたしました。それでは早速チェックインしてまいりましょう。スーパーホテルなのでどこで泊まっても絶対外れることは僕ないと思っております。まだ動画では出せてないんですけども、札幌すすきのにありますスーパーホテル泊まった際もやはり間違いない。ちなみに1階には女性用のアメニティ、化粧水などもいっぱいありますし、枕であったりパジャマ、これらも選ぶことができます。残念ながら今日は終わってしまったんですけれども、夜の6時から9時までお酒飲み放題なんですよ。今回は残念ながら関西空港到着の遅い便、最終便で来たのでお酒楽しむことはできないんですけれども、6時から9時の間お酒ございますし、あとはソフトドリンクも飲み放題になります。またこの場所朝食会場になっておりまして、スーパーホテルといえばあの健康朝食が無料で食べることができるんですよ。あれありましたわ、お酒飲み放題の看板がこんな感じです。6時から失礼しました、8時ですね。6時8時の間、白ワイン、赤ワイン、ウォッカ、ウイスキー、ジン、あとは熊取発祥一等国っていうものかな、日本酒かな、こういったのが飲み放題のサービス行っております。明日の朝食も楽しみだ。1階にはアルコール並びにソフトドリンクの自販機もございます。チェックイン完了いたしました。こちらフロントになります。基本的にはスーパーホテル、鍵ではなくてレシートに暗証番号を書いておりまして、その暗証番号を使って部屋開けるシステムです。高濃度人工炭酸泉欅の湯、炭酸泉と面白いですよね。シュワシュワした泡が肌にくっついてくるようなまとわりつくというか、これがいいよね。そして健康朝食も無料です。本日の部屋6165室になります。惜しいね、615だったら僕の誕生日なんですけれども、惜しかったわ。本日6165室になります。暗証番号で鍵を開けます。スタートをして今回は97182478、
これで開きました。ちなみに毎回毎回暗証番号変わりますので、じゃあこれで開けてやろうというのはもちろん通用しませんのでお気をつけください。お部屋こんな感じです。ハンガーがあったり、ここ靴脱いでゆっくりお過ごしください、じゃないや、もう口が回んない、なので靴脱いでいいよっていうエリアになります。珍しいな、スーパーホテルってこんなソファーある部屋あんまりないよね。机があるイメージなんですけども、机がこれに変わってるのか。で、最初からここに布団だとか置いてますので、2人だとか3人で宿泊することもできそうです。でベッドがありまして、テレビでかいね。あとは健康イオン水、ああそういうことですね。ここから蛇口から出るお水は健康イオン水だよということでしょう。いろいろと熊取りグルメヒストリーであったり、ホテルの案内などのマッサージの案内、いろんなのございます。大阪観光コンシルジュ、残念ながら今回は大阪滞在はかなり少ないので行けないんですけど、また行きたいね。ポットドライヤーここにあります、お気をつけください。ドライヤーで冷蔵庫もあります。こんな感じです。枕元いいですね。 USB ポートもありますし、コンセント、あとここで照明のスイッチ入れたり消したりできます。軽装度、軽装度ってこういう効果があるんですね。湿度の調節機能は備長炭の約4倍から6倍、断熱性にも優れた軽装度がお部屋を優しく健康的に保ってくれますということでした。お部屋の天井に使用しております。これが軽装度かなと思ったら違うのね。天井のこれが軽装度ということでした。水回り行きましょう。こんな感じです。悪くないですよね。そんなに広いというわけじゃないですけども、逆にこれぐらいコンパクトの方が使いやすいんじゃないかなっていう気がします。水圧はもちろん、あ、すごい細くないですかこれ。超粒子が細いと言いますか、普通のシャワーとちょっと違う感じがします。こんな感じのお部屋です。シャワー上がりました。すいませんね、みっともない姿で。あ、シャワー上がった後に気づいた、ここお風呂あるんだった。マジか、あまりにも疲れすぎてお風呂のことすっかり飛んでましたわ。もうシャワー浴びていい気持ちで、パックもいい感じ。ただここら辺ひげがあるのでね、くっつかないっていうのが難点なんですけども、ここからは今回宿泊しているスーパーホテル関空熊取駅前、特徴をお伝えしたいと思います。でもやはり一つ大きい特徴といえば、スーパーホテルならではの安定感、わかります。僕もまだ実は動画出してないんですよ。すすきののスーパーホテルも泊まってますし、あとどこだっけな、新潟だったかな、どっかでもスーパーホテル泊まってて、あと福岡でも泊まってるんですけど、まだ動画出せてないんですよ。ただ一つ言うのは、どこのスーパーホテルも安定感は抜群よ。外れのスーパーホテルないですし、綺麗だし、あとはもう朝食も無料だし、本当にスーパーホテルこの価格でいいのかと、コスパ的に考えたら僕はスーパーホテル本当にすごいと思います。あとは YouTube やる前も旭川だとかいろんなところのスーパーホテル泊まったことありますけども、やっぱり期待を裏切らないので、ね、そこが素晴らしいと思います。一番で、ここからはこの店舗ならではの特徴、まず一つ、名前からある通り関空熊取なので関西空港にまあまあ近い。これは何とも言えんし、正直ぶっちゃけると3駅あるんですよ。関西空港から JR 乗ってください。 JR 乗って臨空タウン、ひねの、熊取、3駅分です。だいたい JR 代470のかな、500円弱しますね。往復1000円かかります。残念ながら送迎バスはありません。ここら辺のホテル、関西空港の送迎があるホテルも何軒かあります。全てのホテルがあるわけではないんですけど、臨空タウンであったりひねのあたりにあるホテルであれば送迎ついてるところもあるんですけども、残念ながらここは送迎はありませんが、その分値段も他のホテルよりも高くないです。ただその差額で考えたら、まあまあまあって感じかなと僕は思っております。なので関空熊取駅前、全泊後泊使うのに便利です。ただファーストキャビンであったり日光ホテルだったり関西空港から歩いて行ける部分はやっぱり高いんですけれども、関西空港のあの島から出ちゃえば値段も少し下がります。そしてスーパーホテルの安定感、これはたまらなくいいと思います。そしてもう一つ、ここだけのポイントがありまして、これびっくりしたのよ。何かというと、乗馬体験プランがあるみたいです。今回僕時間の関係でこれは体験することできないんですけども、乗馬やってみたいなと思います。あんなあれですよ、乗馬に乗るような高校、なんていうんですかね、ラウンドワンとかにもあるじゃないですか。あんなやつじゃないですよ。のんびりのんびりパカ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 歩く、あのお馬さんにまたがるあれです。ああいった乗馬ができたりだとか、あともう一つサバゲー。皆さんの年代からどうだろうな、興味ある方も中にはいらっしゃるかもしれないですけども、一応僕はやったことはないんですよ。サバゲー初心者セット500円でレンタルできたりだとか、このサバイバルゲームの場所が込みの料金プラン、宿泊プランもあるみたいなので、
ただただ泊まるだけ以外のこともこのホテルはできそうです。他には地元の飲食店とコラボしたプランもあるみたいです。なのでここら辺の飲食店の食事券がついたプラン、例えば出張で旅費が決められている方、こういった部分で使えばお得に泊まれますよね。例えば旅費が6000円までしか出ないと、でこの6000円の中にお食事券2000円ついてるとか、そんなプランがあったらその分お得ですし、こういった使い方もできます。あとはここの熊取という町なんですけども、厳選素材を使った薬膳カレー、これ明日の朝食でも出るらしいんですよ。お土産としてレトルトカレーでついてるプランもあったりだとか、そういったのがあるので、地産地消、他のスーパーホテルも地産地消を目指しているところもありますけども、ここももちろん地産地消を目指しているホテルです。入り口のところで紹介したウェルカムバー、残念ながら僕は今回遅く到着したので使えなかったんですけども、今ホームページ見たら9時の予定って書いてるんですけど、今は20時前の2時間になってるみたいです。あとは炭酸泉、温泉ではないんですけども炭酸泉なので、炭酸泉って温度が低くても温まりやすいんですよ。皆さんお風呂って何度ぐらいのお湯好きですか？40度、42度、38度、人によってまちまちじゃないですか。炭酸泉って実は30度台後半でも全然あったかく感じるんですよ。普通のお湯38度だったらちょっとぬるいなと思うかもしれないんですけども、炭酸泉であれば38度でももうポッカポカ。これね、炭酸泉すごいのよ。スーパー銭湯とかによくあるんですけども、行くたんびに自分が入ってこういう腕とか見るんですよ。そしたら腕のところにシュワ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 あの炭酸がくっついてるんで、おすげえなーと思いながら、昔よく見てたよっていうどうでもいい話です。あとは朝食、基本的にはスーパーホテル無料朝食ついてくるんですけども、ここの朝食は有名だよね、玉ねぎ、泉州玉ねぎ、これを使ったカレーであったり、あとは泉州産の生蜂蜜、ヨーグルトと合わせられるかな。明日の朝食が楽しみだわ。お、これもすごいね、108室すべてあるみたいなんですけども、そのうちの約半分51室に15平米のハイブリッドルームを採用し、あ、この部屋だ、テレビでかいもん。ここで YouTube だったり Netflix 見れるので、僕の動画皆さんぜひここで見てください。テレビ50インチぐらいありますので、自分の動画 4K で撮影してるんですよ。なので 4K の綺麗な映像、僕の汚い面まで精細に見えてしまうというのがデメリットではあるんですけども、それ以外の風景であったり臨場感味わうことができると思いますので、おすすめですわ。今回大きいテレビの部屋っていうのこれ見て気づきました。こんな感じかな、ここのホテルの特徴。そしてもういい加減お前これやめろよと言われそうなので外しますわ。どうでしょうか、生まれ変わった気がする、いいよね。それではもう夜も遅いですし、今日はもうおねんねしたいと思います。さて寝る準備整いました、セミダブル。久しぶりにまともな場所で寝ます。昨日はちなみに桃園空港のソファーで3時間弱の仮眠、よくここまで持ったね。もう今日は寝させてもらいます。今回枕何持ってきたかわかんないんですけども、適当な枕持ってきました。ビーズ入ってるやつ、いいね、スーパーホテルらしい無臭でございます。もともとある枕が、見てよこの細長さ、これすごい、ちょっとこれね実は使いづらいのよ。スーパーホテルいろんなところでこの細長い枕あるんですけど、実は僕あんまりこの枕好きじゃなくて、こっちかな、ビーズのやつ、よし、あ、いい硬さだわ、よし寝ます、おやすみなさいませ。おはようございます、朝になりました、眠いね、朝食行ってきます、起きろ、起きます。朝食会場です。本日のメニューはここに書いている通りです。基本的にはこれも日替わりですもんね、メニュー同じですよね。分かりました、本日メインこちらになっております。そしてもう一点嬉しい話、昨晩お話ししたのがカレーが朝食にという話だったんですけども、実はこのカレー毎日出るわけじゃないんですよ。熊取カレーの日定められておりまして、今の段階では水金日祝の週4日です。ありがたいことに今日は10月26日水曜日、ついてる、ここ最近ついてないことだらけだったんですけれども、今日はついてるわ。ちなみにカレーじゃない日はカレーじゃないものが出ます。例えば明日はカレーの代わりにオクラが出るみたいなので、撮影日の段階では水金日祝カレーの日、ちなみにここ関西空港近いということもありますので、関西空港の白黒の壮大な写真、もちろんこれ昔の写真とかではないですけれども、白黒で撮影した写真があります。メニュー紹介します。まずパン、
これ結構有名みたいですね。アップルショーソン、ソフトパン、ドーナッツ、スイーストレモン、これらが本日のパンでございます。他にはオーガニックサラダ、これも他のスーパーホテルでもおなじみ、そしてこれもおなじみ、ドレッシングが豊富、イタリアンドレッシング、トマトドレッシング、梅シソ、玉ねぎ、和風柚子、個人的にはこれトマトドレッシング推し。そして温玉、半熟卵なんですけども、こちらがあります。本日の朝食、ここら辺は日替わりになりまして、まずは鮭の塩焼き、麻婆豆腐、色が赤くない、野菜のあんかけ、スクランブルエッグ、これもなんて言うんだろうな、卵の見た目が全然違う。そしてお米、ご飯がありまして、きんぴら、カレー、付け合わせ、福神漬け、漬物類、スカッパ漬け、あと海苔があって、お味噌汁の具材で、味噌汁のサーバーがございます。グラノーラに牛乳、ヨーグルト、ソースもありますし、蜂蜜があるのよ。なんとこの蜂蜜がまた活かしてるよね。しかもこれ熊取さん地元の蜂蜜なので、かなりいいんじゃないかな、個人的には期待しております。ドリンクになります。サントリーのドリンクサーバーです。お水があってコーヒーマシーン、蓋があるのでお部屋に持っていくのもありみたいです。見てください、持ってきすぎだ。そしてカレーなんですけども、この平皿に入れればよかったわ、すみません。ここ山本らしいということで、皆さんご愛嬌でお願いします。本日すべて持ってきました。お味噌汁にスクランブルエッグ、鮭の塩焼き、麻婆豆腐、野菜のあんかけ、きんぴら、ごぼう、サラダ、ヨーグルト、そして蜂蜜、パン、いただきます。ドレッシングの種類豊富っていいよね。今回トマトドレッシングにしてみました。なかなかトマトドレッシング見ないじゃないですか。これがうまいのよ。またいきます。個人的にサラダにトマトがあればなおよしですけども、トマトの味がすごく濃縮。野菜のあんかけいこうかなと思うんですけども、かぼちゃに人参にナスかな。おいしそう。これほら、これはうまいよ。野菜の甘みがもう完全にこの中に溶け出してるんだよ。これはお米進むわ。欲しいんだよね、これ。麻婆豆腐気になるのよ。皆さんが想像している麻婆豆腐の色とまるで違うから、あの味がするのかどうか。白い麻婆豆腐、初めて食べたわ。なので普段食べている麻婆豆腐と若干違いますけども、麻婆豆腐ですね。個人的には納豆あると嬉しかったな。スーパーホテルさん、納豆お願いします。続きまして、鮭。朝食にね、鮭あると嬉しいのよ、私。やっぱり日本人の定番よ、朝からお魚。そう、そうそう、味噌汁もあるのね。これ嬉しいね、味噌汁。今思い出した。はぁ、落ち着くわ。日本戻ってきたって感じする。久しぶりに日本らしい朝食食べるわ。ご飯、味噌汁、お魚、三種の神器。さて、カレー行きましょうか。もう一度言います。本来はこの黒い平皿に盛り付けるべきだったんですけども、私なぜか普通のお茶碗に入れてしまうという大失態を犯してしまいました。おかげさまで見栄え的にも悪いですし、キワキワまで入れてしまったというね。これはやってはいけません。皆さんこれに入れないようにしましょう。曜日限定熊取カレー、ここでしか食べられないですよ、スーパーホテルでは。他のスーパーホテル、もちろん大阪市内に僕は10店舗あるんですけども、他の10店舗ではこれ食べられません。熊取限定いきます。辛くないね、これだったら食えるわ。辛くない、辛くない。薬膳カレーということで、奥にでもちょっと辛いか、スパイスの味がすごく際立つ。これお肉もゴロッと入ってますし、これ朝からこのカレーは絶品。うまいわ。で今回温泉卵、半熟卵なんですけどもありましたので持ってきました。
なので卵と一緒、あ、いいね、自分ドロドロの白身は半分固まってて、黄身がドロドロの卵よりもちょっと固まってる方が好きなので、自分が好きな塩梅の半熟卵、ありがたいわ。いや卵いいね、これこれはいいわ。卵入れることによってまろやかさが全然違うの。これ無料朝食ですからね、宿泊した皆さん食べることができます。素晴らしいわ。あ、これパンいいね、もう食べる前からいます。サクサクでうまいと思います。これ持っただけでわかるもん。これはうまいわ。食感はもちろん中のリンゴ生かしてるね。本当に美味しい朝食が無料で食べられることが幸せだわ。そしてこれヨーグルト、蜂蜜入れたんですけども、他のスーパーホテルストロベリーだとかブルーベリーだとかのソースはあると思うんですけども、蜂蜜があるのは薬膳カレーと同様にここだけ、熊取さん地元なんだよ、地元の蜂蜜が提供されてます。蜂蜜にかなう甘味料ってなかなかないですよね。もちろん砂糖も甘味料として有名ですけども、多量に摂取するとやっぱり体にうーんって感じなので、ただ蜂蜜は天然の甘味料なのでうまいですよね。いきます。間違いないわ。これ蜂蜜だけでチュッチュしてもいいんじゃないかな。この蜂蜜はレベル高いと思います。買って帰りたいぐらいだわ。美味しい朝食本当にありがとうございました。さてやっつけるぞ。ごちそうさまでした。チェックアウトは不要。最後は空港でお届けしたいと思います。関西空港到着いたしました。最後バタバタになってしまって申し訳ございません。ご飯食べた後時間ないことに気づいてしまいました。本日はスーパーホテル関空熊取駅前に宿泊させていただきました。字の通り関西空港そして熊取駅前ということで、正直な話関西空港から近いかって言ったら何ともいない距離です。 JR に乗って20分3駅です。臨空タウンひねのの次が熊取という駅になりまして、そこの駅から歩いて 2,3 分で到着します。ただ関西空港から何ともいない距離ではあるんですけれども、駅からもほど近いですし、関西空港の全泊紅白に使えるホテルではないかなと思います。スーパーホテルなので値段も安いですし、今であれば旅行支援使って1人で泊まっても1泊自己負担3000円の3000円クーポン、ないしは1000円クーポンというような形もできると思いますし、値段的な部分がやはり魅力の一つかなと思います。他にもスーパーホテルということで、全国どこのスーパーホテル行っても外れてないじゃないですか。なのでそこの部分も特徴です。そして実はこのホテル、スーパーホテル関空熊取駅前の前にもう一言二言使うんですよ。何かというと、高濃度炭酸泉欅の湯スーパーホテル関空熊取駅前。皆さんごめんなさい、お風呂行けませんでした。昨日の晩行こうと思ったんですけども、あまりも疲れすぎててお風呂に行く元気もなく、今朝もバタバタで行くことができませんでした。なので炭酸泉低い温度でも体ポカポカ温まりますし、おすすめです。皆さんここ来たらぜひ入ってみてください。僕は入れなかったので、皆さん代わりにレビューよろしくお願いいたします。ここのホテルは食事かなり力入ってたんじゃないかなっていう気がします。曜日限定ではあるんですけども、カレー、日本航空の桜ラウンジで食べるようなコクの深いカレーだったので、あれが無料で食べられるっていうのはかなりお得かなと思います。今回僕は関西空港の全泊並びに紅白で使わせていただいたので、皆さんもぜひ使う機会があれば泊まってみてはいかがでしょうか。サバゲーであったり乗馬体験だったり、他のスーパーホテルとはちょっと違うこともできるスーパーホテル関空熊取駅前紹介させていただきました。この後は今日リニューアルオープンした国内線関西空港からのフライトで自宅に帰りたいと思います。そちらの動画もうすでに公開しておりますので、そちらの動画もぜひご確認ください。それでは皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際のリフや皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。